では上四方固めの逃れ方です。上四方固めで押さえた場合、相手は両肩を押しながら押さえ込まれている方からすると足の方向へと逃げていきます。相手の胸と自分の胸が離れるようにしていきながら逃れていきます。これが1つ目の方法です。2つ目です。同じく押さえ込まれているこの手を使いますが、今度は相手の首を抱え込み、右左へと足を振りながら1、2の3で反対方向に返していきます。これによって逆に上四方固めで抑えることができます。これら2つが上四方固めからの逃げ方になります。